これはほんの少し昔の物語。時は1965年の夏まで遡る。受験者 696! 何事だ！受験者696、悪いもんでも食ったのか？妊娠だと？孤島の女子刑務所だぞ。受刑者監視含め女だけだ。しかもこの受刑者、銀行強盗傷害の罪で実刑10年、すでに2年間ここで服役しています。彼女はいつ妊娠したんでしょう？昼間は確かに大きくなかったはずなのに。おい、お前、この子の父親はどこのドイツだ？死んでいます。2年以上前。バカを言うな。膝の中で育つ藤壺の話の方がまだしも真実味があるってもんだよ。なんとか生まれたか。ええ、でも変です。生まれた瞬間から目が開いてるなんて。それにこの子ちっとも泣き声を上げないわ。この署内では無論赤ん坊など育てられん。引き取り先を探す。貴様の故郷はどこだ？サルディニア。島の小さな村の神父がその赤ん坊を引き取った。時は瞬く間に過ぎ、成長すると少年は臆病でどんくさいやつとの評判が立った。じゃあ僕はもう行くから、バイバイカエル君。うわうわ。おい、気をつけろよ。なんだよお前かよ、端っこ歩け。これ神父様に言うんじゃねえぞ。やばかった。でも君を潰さずに済んでよかったよ。好きなのカエル？私も好き。でも虫は嫌い。あと匂いのきつい男の人も嫌。美しくないものはみんな嫌い。あなたはここの人？ああ、そうだよ。ねえ、暑いし何か飲まない？そうね。いいかもね。じゃあ炭酸水がいいわ。フランス産の香水のやつね。ごちそうしてよね。船乗りになりたい？うん、そうだな。お前は性格はさっぱりしとるし、うん、きっとそれが一番ぴったりなのだな。おや、わざわざこんなところまで歩いてきたのかね。ご苦労なこった。車を買ってやってもいいかもしれんな。彼の部屋の隣にガレージを増築するため、神父は床下をツルハシで掘った。ん？これは。死体か？いや、それにしては。慎重にコンクリを削っていくと、出てきたのは女性。養子にした彼を産んだ母親だった。生きている？身動きはできず、声も出せぬように。だが何らかの手段で生かされ続けていた。何年ぐらい経っているのか、その女に時の感覚はなかった。憎悪なのか愛情なのか、心の中は闇だ。この髪の色は。その夜、村は大火事に見舞われ、強風が全ての家々を焼き払った。原因は不明。死者数7名、身元不明者もいた。そして死者リストの中には神父とその養子である彼の名も入っていた。